うまそうじゃないですか。だいぶうまそうだよ。来たね。じゃあちょっと刺身レビューしていきたいと思います。刺身レビュー、だいぶうまそうだねこれ。どうぞいただきます。いただきます。じゃあまずね、まず大事なのこれですね。こいつを入れて、まずアジ、僕アジ好きなんですけど、これいってみます。お願いします。マユ、はい、カキフライ来た。いやうまい、これめちゃくちゃうまいよ。ちょっとウニいっていいですか。ウニありがとう。いやこれいっていいですか。でかくねこれ。すげえでかい。降りてます。でかっ。じゃあ塩焼きになります。はい。塩焼きました。うまい。あ、噛むの忘れた。飲んじゃったもったいない。噛まずに飲んじゃった。いただきます。これタイかな。うまっ。これ全部うまいよこれ。やば。ちょっとハマグリっていいですか。ハマグリ剥いちゃいましたみたいな感じですね。なんかありましたよね。これうまい。これ見た感じうまいよね。もういいや。うんうんうん。これはね生だねこれもうちょいと焼いてもいいんじゃねみたいな。これはね生ですよ。もうちょっと焼いて焼こうぜこれは生だ。これはね焼いてほしかったな。もうちょっとここのうまく取り方って知ってます。これここのやつなかなか取れないですねこいつ。うん、だいぶしつこいな。僕の動画もしつこいですよ。これしつこいなこれ。だいぶこいつしつこい。うん、しつこいな。全然取れない。ちょっとこれ諦めるって選択ありですちょっと取れない。こいつがこのちょっとがムカつく。いや諦めたくない。ここまで来て諦めるな。ここまで来て諦めるな。取れない。もう爪で取る。3月の夏ぐらいに1回目の講義がありまして、そこで初めて YouTube 動画を作って、次カキフライいきます。
ます。今いい話してるんですけど、すいませんね、動画撮ってます。今ね、初山先生がいい話してますよ。バイトの人がバイトの人ができたことなんですよね。バイトの人ができて今ですね、壮絶なストーリーを語り始めましたね。ちょっと食っていいですか？